あるところに白雪姫というお姫様がおりました。白雪姫は幸せそうに暮らしてましたが、ある時大好きなお母さんが亡くなってしまいました。お母さん。おやおや白雪姫、どうしたの？あなたは誰ですか？私はね、あなたの新しいお母さんよ。新しいお母さん？ねえ。なんて素敵なの。これからはよろしくね。よろしくね、白雪姫。じゃあ私、新しいお母さんのためにラズベリーのパイを焼きます。まあ、ほんと？じゃあ、お庭でラズベリー取ってきますね。うん、気をつけていってらっしゃい。今日も私、美しいわ。鏡さん、この世で一番美しいのは誰？それは女王様です。そうよね。私ったら今日も絶好調。お母様、何をしてたの？別に。ラズベリー取ってきたので、一緒にパイを焼きましょう。作りましょう。今日も私ったら美しいわ。鏡さん、世界で一番美しいのは誰？それは白雪姫です。え？間違え、空耳かしら。鏡さん、この世で一番美しいのは誰？それは白雪姫です。白雪姫、あの小娘、絶対に許さないわ。この世で一番美しいのは私よ。おい、キレイ、カモン、早く。はい。おい、あんた、どうされました？白雪姫、帽子落ちたら拾いなさい。あ、はい、早く拾いなさい。はい、どうぞ。はい、失礼します。おい、白雪姫、あんたやっちまいなさい。できるわよね。はい、ありがとう。やんないとあんたの首なるから。はっ、わかった。はい、すぐに行け。行け。帽子落ちたらもう一回拾いなさい、あんた。早く行きなさい。くっ、白雪姫。ねえ、ケライさん、どうしました？この森にラズベリーがたくさんなってるって本当なの？本当ですよ。え、その場所ってあっち？うん、あです。あ、もしかしてこれ？わあ、こんなにたくさんのラズベリー見たことない。おいしそう。あ、ケライさん、ありがとう。ケライさん、どうしたの？じゃあ、ケライ様、もう申し訳ないですが、死んでもらいます。あ、どうして？私、何か悪いことしたかしら？女王様に命令されたんです。お母様が？あなたを殺すようにと。どうして？ああ、できません。こんなか弱い、そして可愛い、そして美しい白雪姫を殺すなんて私にはできません。ケライさん、行ってください。逃げてください。僕のことはほっといて、さあ逃げてください。分かったわ。そう、でもこのまま帰ってしまったら私の首が飛んでしまう。どうしたらいいんや。キツネ、このキツネを殺してしまって心臓を持って帰れば、女王様は白雪姫と勘違いして私を許してくれるに違いない。キツネ、申し訳ない。死んでくれ。この心臓を城に持って帰って女王様に捧げる。お嬢さん、そんな急いでどこに行くんですか？いや、ちょっと私急いでて。あ、そうですか。わ、なんと美しいお嬢さんなんだ。ありがとう。そうだ、今度お時間ある時にお茶でもしませんか？いいですわね。でも今日私はちょっと時間がなくて。
それは残念だ。はい、私はヨッチ王子です。私の名前は白雪姫。白雪姫、うん、じゃあまた。ではお気をつけて。プスカ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 白雪姫プスカ。ジョー様、プスカ。ジョー様、何よ。白雪姫を殺してきました。本当に。こちらが証拠です。白雪姫の心臓です。あんたでがした。ありがとうございます。これで私は世界一美しい女になったわけね。ここまで来れば安心ね。森の中を逃げてたらこんなに可愛らしいお家に住んだけど、誰のお家なのかしら。なんか疲れちゃった。誰のお家かわからないけど、ちょっと寝させてもらおうかしら。よいしょ。おやすみなさい。あー疲れたな。あ、誰だろう。誰だ誰だ。一回起こしてみようか。起こしてみよう。ちょんちょん。あ、勝手に寝ていてごめんなさい。私の名前は白雪姫。あなたは。僕は小人、7人で暮らしてるんだ。うわー、とっても楽しそう。で、こんなところで何やってんの。実は私、お母様に命を狙われているの。それで森の中を逃げていたら、この家にたどり着いたの。それは大変だ。そしたら、僕たちと一緒に住む。え、いいの。うん、ありがとう。ありがとう、みんな、うん、ありがとう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 。久しぶりにあれやりますかね。鏡よ鏡よ鏡さん、この世で一番美しいのだれ。それは白雪姫です。なんと。あの野郎、まだ生きてたか。しょうがねえな。今度はこの私の手で葬ってやるわ。やれた、あれた。できたわ。お、たぶんないぶん。毒リンゴ。これで白雪姫を葬ることができるわよ。しょっとっと、たぶんないぶん。このままじゃ私ってバレちゃうわ。これでオッケー牧場。さあ行くわ。あ、そうだ、僕たち森に行って木の実を取らなきゃ。あ、そうだよね。じゃあ行ってくる。うん、行ってらっしゃい。あ、そうだ、絶対にこの家に誰も入れちゃダメだよ。分かったわ。じゃあ行ってきます。うん、行ってらっしゃい。どんどん。 誰ですか。私は通りすがりのおばあちゃんやけ。水をいっぱいくれんかの。どうしよう、小人さんには誰も入れちゃダメって言われたけど、でもおばあさんかわいそうだし。まあおばあさんなら大丈夫か。おばあさん、入ってください。ありがとう、ありがとう。大丈夫、座って座って。あ、すまんな。じゃあ今お水用意しますね。あ、ありがとう。はい。あ、生き返った。カワリは大丈夫。大丈夫。よかったわ。そうだ、俺にこの毒、あ、いや、俺にこのリンゴをあげよう。うわ、おいしそうなリンゴ。もらっちゃっていいの。いいよ。いただきます。あく、うん、おいしいかい。うん、おいしいかい。やった。これで私はまた世界一美しい女になったわ。ただいまー。あ、白雪姫死んでいる。もしかしてこの毒リンゴで白雪姫。
というお姿に。くそー、白雪姫がこの毒リンゴ食べて死んじゃったんです。なんだってこの私がついていながら。くそー、どうしましょう。白雪姫、白雪姫と王子は幸せに過ごしましたとさ、おしまい。白雪姫も死んだことだし、早速いつものやつやるかい。鏡よ鏡よ鏡さん、この世で一番世界一番美しいのだーれ。それは白雪姫です。なに、痛い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 。白雪姫は死んだんじゃないか。おい、なんだ、おい、なんで生きてんだ。おい、鏡よ、王子様とキスしたからだ。はい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 、キスやることやっちゃって、おいおい、なんだよ、私もな、若気だな、しない。おい、そのうちどんな感じや、ちょっと顔見せてくれ。うん、イケメンやないか。おいおい、これおい、これは困ったな。あなたじゃ無理です。おい、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 おい。ちょっとちょっとちょっと